普通テレビで放送されたものというのは YouTube や SNS で発信してはいけない。僕は龍神様の広報担当です。今日はその一部始終をご覧いただきますので、ぜひ慎吾のテレビデビューを見ていただけたらと思います。それではどうぞ。皆さんこんにちは。世界で活躍する龍使いドラゴンマスター慎吾です。今日も YouTube 始めていきます。龍くんおめでとうございます。本日は6月10日19時より東京 MX で放送されました慎吾のテレビでの様子を皆さんにお伝えいたします。この番組は誰でも簡単にすぐできる開運術をお伝えしています。龍神様の力で次元上昇しましょうという番組です。ためになったら面白いなと思ったらチャンネル登録と、僕の公式 LINE、 僕のスピリチュアルマスタースクールの公式 LINE、 2つの公式 LINE にご登録をお願いいたしますね。はい、本題の前に前回もお話ししました7月1日19時より出版記念の生ライブ配信を行います。龍神のすごい開運日、僕の新刊ですね、7月の30日に発売です。その発売を記念しました出版記念ライブ、7月1日19時より行いますので、ぜひ皆さんスケジュールに丸をして7月1日19時 YouTube って書いてくださいね。そして7月1日19時の本番当日にはですね、皆さんと僕とでエネルギー交流をしたいと思います。プレゼントも用意しておりますので必ず必ず見てくださいね。はい、ということで6月10日東京 MX という放送局で、僕がテレビに初めてですね出ることができました。皆さんのおかげさまです。ありがとうございます。ただですね、東京 MX は、残念なことに、関東圏内の放送でしたので、他のね、県に住んでらっしゃる方、地方に住んでる方はですね見ることができなかったということでね、非常に寂しいとか悲しいとか見たいっていう声をいただきました。はい、ただですね、今回これも龍の計らいなんですけれども、テレビ局の方からですね、その放送した番組の VTR 動画のデータをいただいています。でこれは通常のですねテレビではなかなか起こらないことなんですね。普通テレビで放送されたものというのは YouTube や SNS で発信してはいけないとされているんです。でさらに言うと、芸人さんやタレントさんが出てるものになるともう本当に出しちゃいけないというものなんですけれども、今回テレビ局側から OK が出ています。そういうね番組を龍神様が選んでいただいたんだと思っているんですね。なので関東じゃない方も皆さんに今から YouTube で僕の放送をですね見ていただくことが可能です。今日はその一部始終をご覧いただきますので、ぜひ慎吾のテレビデビューを見ていただけたらと思います。それではどうぞ。今回もう一つ元気が出るパワー講座をお届けいたします。最近よくですねワイドショーなどで一粒万倍日ですとか、転写日っていうね言葉を皆さんもね聞いたことあるんじゃないでしょうか。はい、はい、どうやらですね運がいい日、開運にね関する日っていうね、ことらしいんですけども、ね本当のところ分かんないですよね。いや、なんだ、分からんのだよ。分からんのだよ。分からんのだよ。ということで続いてのパワー講座は元気が出る開運講座でございます。講師は開運術のプロフェッショナルドラゴンマスター慎吾さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。開運術のプロ慎吾、開運に関する多数の著書も出している今回のテーマにぴったりの先生です。はい、今日はですねそんな慎吾さんにですね、開運に関するクイズを持ってきていただいたということで、皆さんにね答えていただきたいと思います。はい、それではお願いします。はい、開運の中でも特に金運が上がると言われている財布はどんな財布でしょうか。なるほど、はい、はい、さあそれではお考えください。これは楽な問題だな。これは分かるな。ザコシショー、はい、金の塊をくり抜いて財布にしたっていうザコシさんでもね近いです。あ、近い、惜しいですね。惜しいの、すごく惜しい。優しいな。ボケていただいてるのかもしれないけど惜しい。はい、金色が入っている財布。正解です。正解。すごい。これぐらい金色だと最もいいですね。でこれなぜかというとですね、
いわゆる同じものには同じものが引き寄せられるという法則がありまして、はい、まあ類は友を呼ぶって言ったりしますけれども、やっぱり金という漢字は金と書きますので、まあお金が欲しいなという人は金色のお財布をお求めになるのが一番いいかなというふうに思います。でもこれ持ってるプロデューサーとは仲良くしたくない確かにね、金髪でな、ちょっと持ちづらいですよね。よく言われるのがお財布の中はお金以外入れないルールがありますね。レシートやカードをやっぱり、まあ、クレジットカードはいいんですけれども、お金に関係するので、まあ、ポイントカードですとかそういったものはやっぱりなるべく入れない、あ、別にした方がいいですね。別にしてください、はい、さあ続いての問題をお願いいたします、はい、いわゆる運がいいとされている人たちが絶対にやらないこととは何でしょうか。なるほど、絶対にやらないことです。これやってる人本当に面白いぐらい運が落ちますね。はい、はい、どうぞ。外で丸出し。あ、ね、運気下がりそうです。あの、もう正解って言いたいですもん。だから不正解です。不正解。はい、はい、みくちゃん。まあ、これも私結構やっちゃうんですけど、もらいタバコを二吸いで捨てる。なんでそんなこと。これやられると腹立つんですよ、あげた側は。面白いけど不正解ですね。はい、ゆうちむさん。人の不幸を笑う。あ、いいね。すごい惜しいです。はい、あ、伊勢伊勢さん。人の悪口を言う。正解です。見事。あの、僕もずっと見てる人がですね、まずすごい悪口が好きな人がいて、どん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 人生が悪い方に悪い方に流れていくんですよね。だけど芸人さんはひょっとしたらお笑いとして成立してるんだったら、それはある意味人を喜ばしてるので開運するんじゃないかなと思います。そうそう。なので逆を返すと、開運するために何をしたらいいかというと、人のいいところを褒める、素晴らしいっていうとか、そういうふうにことをすると、やっぱりどん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 同じこういいことが起こりやすいですね。はい、ということで慎吾さん、ね、このメンバーの開運スキルはいかがでしたか。あの、皆さんやっぱり花があるので、もう何もしなくても開運するんじゃないかなって思いますね。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、元気が出るパワー講座でした。ありがとうございます。はい、いかがだったでしょうか。楽しんでいただけましたでしょうか。このですね、出番の後、まあ、プロデューサーさんが僕のところに寄ってきてくださって、慎吾さんすごい良かったです、慎吾さんってすごいタレントさんみたいですね、タレント性がありますねっていう風に褒めていただきました。プロデューサーさんと一緒に働いている構成作家さんという方もですね、僕のことすごく褒めていただいたみたいなんですね。ですから、まあ、ありがたいことにこれからもですね、テレビ出演が来るんじゃないかという風に慎吾は思っています。リュウはね、今どん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 地球をスピリチュアルな地球にしようとやっています。で、地球がスピリチュアルな地球になるとどうなるかというと、もっと生きやすくて、もっと楽な地球になっていきますね。生きている、そこで生きている我々地球人、人間がですね、生きやすくなる、軽くなる、そういう地球になっていきます。この YouTube でも何度か言っています、スターシードの方生きづらいと思います。 HSP だったりとかね、繊細さんだったりの人いると思います。そういった方々がですね、もっと地球が進化すればとても生きやすくなっていく、そんな風に思っているんですね。ただ意識の変容というのは、ずっとぼーっと待ってて地球がアセンションしないかなって思ってるだけじゃやっぱりダメなんですね。こちら人間側も何かアクションをしていかないといけない。そのために何が必要かというと、僕はシンプルにスピリチュアルを広めることだと思っています。スピリチュアルってまだまだ誤解があって、まだまだもうメインなジャンルではないと思っています。まだまだニッチなジャンルですね。このニッチなジャンルがどん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 メジャーになっていくことによって、つまりもっと具体的に言うと、龍神様や神様のことを知っている、大好きだという人がたくさん増えていくということ、今の10倍20倍に増えていくということ、 YouTube を見ているあなたが気軽に簡単に周りのお友達と龍の話やスピリチュアルな話ができるような世界にしていくこと、これが最も地球をアセンションする方法だと僕は思っているんですね。そのために龍は僕を使ってるんです。僕は龍神様の広報担当です。だから龍がね、慎吾テレビに出ろ、ラジオに出ろ、なんとかに出ろ、舞台に出ろ、ね、世界に出ろ、そんな風にして僕をどん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 押し上げてるんです。なので今回のテレビを皮切りに、どん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 メディアへの進出が増加していく、加速していくと思っています。僕自身はどう考えてるかっていうと、ワクワクしていますが、でも一方でちょっと怖い気もしています。なぜかというと、
テレビというのは面白さが第一だから、情報をねじ曲げて伝えたりとか、面白おかしく茶化したりして伝えることがよくあるんですね。僕は以前サラリーマン時代テレビ局に取材を受けたことがありました。僕ではなくてその会社です。で、その会社さんが伝えてほしいことをテレビ局の人に言うんだけれども、実際の放送では間違って放送されていたり、ねじ曲げられて放送されていたり、面白おかしく茶化して放送されたりしてしまいました。会社の意図とは全く違う意図でテレビに放送されてしまったという経験が僕にはあるんです。ですからスピリチュアルというのは誤解されたり茶化されたりしやすい分野です。ですのでそういったことがないか、龍という僕の大切なものがバカにされたり茶化されたり変に面白おかしく扱われたりしないか、そういったことは非常に怖いことでもあります。ですが僕はいつも言っています。怖いはゴー、怖いことこそやるんです。コンフォートゾーンの外に出るんです。そうすることによって新しい世界が開けていく。そして僕が怖いはゴーをすることによって皆さんに新しい世界を見せてあげることができるんです。そして地球がアセンションしていく、スピリチュアルな人口がどんどん増えていって、どんどん軽く楽しい明るい地球に変わっていく、それをみんなで一緒にやっていきたいと思っています。今後とも信号を応援してください。どうぞよろしくお願いします。見ていただいたあなた、愛してるよ。せーの、リュウ、またね、バイバイ。